番の藤井もいます。バックストレッチ、さあ6番の藤井が前に上がるか、誘導員をかわしている4番田中勝人。残り600の鐘、飛び出したのは6番の藤井、その後ろ5番の佐野、さらには2番田中と近畿勢3名、4番手キープは4番田中勝人で7番手に置かれています1番の矢良。残りが1周、さあもう全開で飛ばす6番の藤井、2番手は5番の佐野が追走、その後ろ2番の田中としみつがいる、まくってきている1番の矢良、合わせて踏んでいこうという4番田中勝人、バックストレッチ。さあ1番の矢良のまくりが4番手前に迫ってくるが、2番手から抜け出してくる5番の佐野、その後ろは2番田中としみつ、1番の矢良が外に浮いて4コーナーから直線、5番の佐野が先頭だ、追ってくるのは2番の田中俊光、2番田中俊光だ、ゴールイン、田中俊光抜け出しました。